じゃあ、まあ今シーズン振り返るっていうことで、久くん、はい、はい、やっぱりあの我々あの週に1回将棋をしてですねはい、はい、週あの将棋しながら、はいはい、月曜日に将棋して、はい、シーズン戦って、はい、120試合ぐらいやったわけですけども、はい、まあ、将棋の方は、まあ、この間僕が勝ったということでそうですね、はい、まあ、チャンピオンは今俺が持ってるんやけども、はい、まあ、野球の方はまあプロで活躍してるけどさ、はい、活躍か？いや、まあ活躍ではないな。どうなの？まあ、もっとやりたかったし、まあ、なんでやろうな、まあ、悔しいシーズンではあった。そうやな、まあ、2割2分じゃな。うん、まあそうやな。ホームランも6本、まあ、始まる前にやっぱ新人王を目指してやるっつって言ったけど、うん、まあ、全然やったし、うん、まあやっぱまだまだやったなっていうのは思うな。でもさ、まあ多分まあレギュラーってわけじゃないやん。うん、もう与えてもらったポジション、まあ、使ってもらったっていうポジションやとやっぱまあ思うし、やっぱその辺はな、来年以降どうなんかなと思って。まあ、まあだからやっぱり来年もう一回こう、なんだろう、もうまたもう一回レギュラー取る気持ちでいかんと、うん、まあその一軍の舞台立たれへんと思うし、うん、しかもまあ今年はもう、まあ、レアード選手が怪我して、うん、まあ、そこを座をこうなんて言うの、与えてもらったわけやから、うん、まあ来年多分レアードも復帰すると思うし、そうだったら、まあ、だいぶ我慢してもらったもんな。うん、あれは球団に感謝やろ。もう俺感謝やったもんな俺が感謝やったもん。もうこんなん使ってもうて、しかも優勝争いやろ。あんなもんお前なかなか、もうそんな中途半端な手腕じゃできひんよね、うん、やっぱその辺はやっぱ井口さんとか球団とかさ、まあコーチや先輩とかやっぱ感謝かなっていうの気持ちが俺はすごい、まあ、身内やからな、うん、もう試合出してもらって、あーすみません、またまっすぐ前飛ばんとって感じだったけどいや、まあその通りやねんけどでもその線のさ、その期待されてる部分あるやん、うん、まあ、俺も当然こう自分でレギュラー掴み取ったっていうのもあんまり今までそんなこうなんかね、がっつり勝負してっていうのは少なかったから。でもこう期待されるのってすごい分かるやん、自分で、うん、確実にそれは分かってると思うんやけど、でもその期待に応えるっていうのも一つ、まあプレッシャーとしてはあるよな。まあ、まあやっぱりその期待にこう応えきれへんかったっていうのはやっぱ今シーズンでもあるから、うん、やっぱり来シーズンはもうこんだけやっぱり今年使ってもらったからにはやっぱり来年はもっとやらないといけないと思うし、うん、まあ、そのためにもやっぱり今年があったと思って、まあ、そうやって前向いてやるしかないと思うから、うん、まあ、やっぱそのためにもこのオフシーズンも大事になってくると思うし、まあ、4番シーズンでやっててさ、うん、最初なんか7番ぐらいでさ、あ、3番か、うん、3番なんか打たせてもらって、まあ、あかんくて下位打線行って、うん、で なんでか分からんけど多分井口さん間違えたのな、オーダー突如として4番の多分あれ間違えたよ、絶対。うん、まあまあまあ。間違えて。間違えて。多分あの間違えて、あ、もう安田書いてもうたみたいな、多分なって、うん、まあ4番座らせてもらって、うん、で、まあ、うまく結果出て、そのタイミングで。まあ、もちろんそういうタイミングでね、結果出せるって、もう当然すごいことやと思うし、あれやったんやけど、やっぱ4番の時とさ、うん、まあ、違うラインナップの時のこう心境の変化とか、うん、そういうのはあったんかなと。もう最初は、最終盤で使ってもらったときは、もう全然自分も結果出てなかったし、もう1本出すことに必死やったから、うん、打順とかも関係なしに、うん、もうなんとかここで今日の試合結果出さなっていう気持ちでずっと出てたから、そんな打順とかも考えてなくて、最初の1ヶ月ぐらいは。うん、でもそれがやっぱり徐々にこう首位争いになってきて、終盤に連れてってなると、やっぱり、この1本で勝負が決まったり、うん、この打席で勝負が決まるっていう打席も増えてきたし、やっぱそこでの打席ってのはやっぱり終盤になるにつれてやっぱより感じたし、うん、特に打てへん時とかはやっぱり苦しかったなとは思う。まあ当然な、ずっと打てるわけちゃうしな、
なかなか難しいなと思いつつも、最後やっぱ4番外されたやん。うん。まあ、やっと外したんかっていう感じだったかもしれんけど、うん、まあでも正直、あと何試合かやったから、うん、やっぱこう、俺としてはさ、最後まで4番で生き切ってほしかったなって気持ちに俺はなったんや。うん。でもまあ、勝たなあかんと、ロッテは。うん。だからまあ、期待と、現実のバランスを多分取らなきゃいけない時やったと思うけど、お前はその4番外された時っていうのはどんな気持ちやったの？例えばホッとしたのか、うん、まあ、まあ、俺悔しいのか、その辺正直なとこどうなんかなと思って。まあ両方あったかな。まあでもどっちかというと悔しかったかな。まあでもやっぱりもう、まあいろんな人にも結構言われたし、うん、うん、まあでもその中でもサポートしてくれる先輩とかもいっぱいおったけど、うん、だから何やろうな、まあでも最後まで行きたかったっていう思いはあったけど、まあやっぱりでも自分の実力不足やったし、それは、うん、うん、まあだからやっぱりもうその時も当然 CS 争いやったから、もう自分の打順とか正直まあそんな関係なかったと思うし、もうなんとかに貢献できるようにって思いで打席になったんですよ。うん、なるほどね。そういう意味ではさ、まあ多分、初めての経験が多いシーズンやったと思うけど、うん、まあ、てかまあ全部初めてやん。うん、まあ、遠征もいっぱいあって、でまあ、まあコロナはみんな初めてかもしれんけど、うん、まあ120試合か、うん、ずっと1年間帯同して、うん、まあ、周りの人にこう支えてもらったというかさ、まあ、見ててさ、マーティンに、なんかすごいこう、まあ打撃、まあ、まあ話とか聞いてたからさ、うん、こう、まあ教えてもらったりとかアドバイスもらったっていうことはあったと思うけど、うん、具体的にさ、こう、どういうアドバイスが一番こう、グッときたとか、あの先輩とかに言われて、まあ、まあ7月ぐらいに、まあマーティンと一緒にバッティング練習して、まあそれも試合終わってからマーティンが誘ってくれて、おー、試合終わってから？試合終わってから、でマーティンなんか別にそんな練習いつもそんなまあ知るけど、そんなまあ別に俺みたいな 後輩にさ、もうそんなやる必要もなかったと思うし、マーティンからその中でも誘ってくれて、でそこで、まあ、お前はちょっとこう打席で悩みすぎてると、うん、もっとこう堂々としないとみたいなことを言われて、自信持って打席に立たんと、相手もプロのピッチャーやし、そんな簡単に打たせてくれへんと言われて、それを打ち返さないといけないのに、お前が自分を信じられへんかったら、なんやろ、打てるはずがないというか、うん、自分を信じないと絶対ダメやって言われて、じゃあお前何信じた？2割2分で。で、まあ最初なんかも2割2分どころじゃなくて、もう0割4分5厘とか言って確かに0割4分とか、もう信じるもんないやろ、ないから、だから信じるというか、もう自分はできるんやと思って打席に立て、なるほどな、もう藁をもすがる思いで俺はやれるんやと、うん、自分で自分奮い立たしていくと、そうそう、で、もうなんやろ、まあそうですよな、奮い立たして打席に立たんとあかん、どんだけあかんくても俺はできると思って、うん、いやでもやっぱそれ、そういうのってさ、すごい難しいよな。俺らもそうだけどさ、調子、もう今日多分打たれへんやろなって思ってもさ、打席立たなあかんやんか。やっぱレギュラーであったりする、まあ、試合出る以上。やっぱ、打てるときってやっぱ楽、まあ別にそんなしんどくなくて楽しいだけやけどさ、やっぱそういうな、場面も回ってくるしな。うん。でもそういうときにやっぱ自分が信じられへんくなるっていうのはすごいよくわかるし。うん。いいから行けって勇気励ましてもらってっていうのはやっぱチームの支えがなきゃいけないと思うし、将来的にはな、お前がそうやって言えるような立場にならなあかんやろうしさ、うん、そういう意味ではそういう経験なんかすごい良かったのかなと思うのが、うん、でまあそんな中さ、まあ、優勝争いがあったわけやん、千葉ロッテ、うん、マリーンズ、うん、優勝してほしかったな、うん、したかったな、優勝してほしかったね、うん、沢村とかさ、うん、福田周平さんとか、うん、ソフトバンクとか、まあ、ジャイアンツ、まあ、上昇チームからさ、まあ、トレードとかトレード、うん、FA か、うん、まあ来てさ、うん、まあ、すごい補強も積極的にロッテやってたやん、うん、ほんまに行くんちゃうかなと思ってたんやけど、やっぱそういうこう優勝経験がある人たちの姿とか、うん、そういうのとかってなんか感じたりした？
まあ、やっぱり、まあ、それもマーティンも含めてそうやったんやけど、みんなこう熱いっていうか、うん、チーム野球に対して熱くプレーしてるっていうか、なるほど、声を出して絶対に勝つんやっていう、こうやってこうチームを引っ張っていってるのが、やっぱりその福田さんとか沢村さんとかやっぱりそういう風に感じたし、うん、特にソフトバンクとかも戦っててそういう雰囲気は感じたし、なるほどな、やっぱりそういうのがやっぱ強いチームなのかなと思うし、こう自分だけで野球やってるんじゃなくて、まあ、自分がかんくてもベンチ帰ってきて人を応援するっていうか、それぐらいのこうチームで戦うっていうのが大事なんやろうなっていうのを、まあ1年間やってもう最後ら辺にようやく分かったことかなと。なるほど、まあ、高校3年の夏に党員に負けて家帰ってきて、まあ、速攻ゲームして爆笑しとったお前とは違うってわけやな。そんなことないやろ。そんなことないやろ。父親が言ってたやん、父イサオが。え、いつもその話俺にすんねん、親父が。こいつはな、器が違うんやって。普通最後の夏負けて帰ってきたら悔しがって部屋閉じこもるやろって。あいつ帰ってきて速攻ゲームの電源入れたからな。しかもバスケやぞ。しかもバスケやぞって言ってた。あいつら目指してる先が違うって言ってた。感じが。だから負けんねん、強引に。絶対嘘それ。ほんまに言うとったよ。え、お前言うとったよ。絶対嘘なんだ。帰っていつも言うよ。あいつは大物なんやって言い聞かしてた。言い聞かしてた。言い聞かしてた。まあでもそういう。そうやな。やっとまあ優勝するためにはというかな、そういう姿勢っていうのを目の当たりにできたっていうのは、うん、絶対俺はもうそんなんね。例えばあと打率が2割6分で15本ホームラン打つけど最下位争いよりは全然良かったと思うけどね、うん、やっぱ経験というかな、空気がやっぱ多分違うと思うし、俺は知らんけど、プロは知らんけど、やっぱその空気、戦っていく空気が違うから1打席1打席のさ、まあ、積み上げていく重みっていうのが変わっていくと思うけどね、うん、だからまあそういう意味では優勝争いを経験できたというか、まあ最終的にはな、十何ゲーム差ついちゃったけど、うん、うん、やっぱ勝つために戦うっていうところが経験しながら試合も出してもらってっていうところは来年につなげてほしいですよね。うん、これがこういう感じね。そうか、いやまあプライベートの話もしてくださいって言われてた。正直だったね、俺らのプライベートに。いやいや、まずなんか幼少期の話から。おお、俺の？そう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 。いや、俺の思い出としては思い出あんねん。おいいねいいね。あるよ。俺がだから小学校入る前ぐらいまでは家族全員が俺のことを溺愛してくれてて。ああ、ひーくんやったもんな。そうそうそう、ひーくんって言われたもんな。めちゃくちゃ可愛がってもらってたのに、それが小学校4年生ぐらいになって俺が大きくなり始めて、うん、それこそもうまあニートも身長も変わらなくなってきた時ぐらいからめちゃくちゃ当たりが厳しくなっていって、しょっちゅう小学校5、6年生の時とかは、まあ、2位がオフシーズンに帰ってきて練習したら毎日泣かされてたっていう記憶はある。毎日泣かされてた。そういう話、その話をね、まあちょっとしていきたいんやけど、まあ、まずなんで泣かしてたかっていう。い、今考えたら明らか厳しかった。小学生に対しての当たりの強さじゃなかった、あれは。お前は真剣に野球やっとんのかって、小学校5年生で。いやいや、それは俺、お前、これはあのその暑さとかでも何でもなくて、うん、俺はそもそもこう自分がプロ野球選手目指しててやってたけど、やっぱプロ野球選手になれんくて、まあ社会人とかでもやっぱこう壁に、まあ当た、まあその時はもう試合出てたんかな、わからんけど、うん、小学校って何年前？10年前。小学校10年前か。だからまあ10年前やったらまだあれか、俺が社会人入ってちょっと苦しんでるぐらいの時かな。うん、うん、やっぱり。そんなもスポーツで食って食ってそんな甘くないぞって。まあでもそうやな、こう夢からこう現実にこう、うん、そうそうそう、まあ、プロが目指してだからそれはもうすっげえありがたかったし、
まあ、今考えるともうああいう厳しさがあったから、まあ、高校もそうやし、うん、まあ、乗り越えたかなとも思うけど、いやただでも俺はお前が、まあ、今結果としてこうプロ野球選手とかになってすごい活躍してて、もうこれってすごい素晴らしいことなんやけど、うん、家族誰もお前がプロ野球選手になってほしいとか思ってなかったし、うん、なんていうの、そのなれるわけないと思ってたから、うん、だってもう家族で、まあ、俺がどんくさかったから、そう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 、その話どんくさかったエピソードしてくださいって言われたけどもありすぎてありすぎてな、俺も全然もうバンバン出てくるもん、まあ、バンバンちょっと出してみてよ、まずね、俺でも実際住んでないやん、もう俺だって二重跳びとかも小学校6年生ぐらいまでできんかったし、あ、っていうかお前逆上がり、お前、お前今逆上がりできひんやん、今確かに、今できひんかった皆さん聞いてください、この男、乗ってもらってるけど逆上がりできないんすよ、今年の正月、興奮したらできんかったもんなこんなやつが、プロ行くんやんあれはびっくりしたな、俺も自分でやったりしたもん、いや、ほんまに、ほんま爆笑してもう動画撮ったもんな、あれな。だから、俺だって、いろんなこうプロ野球選手さ、やっぱ、うん、あったり、学生の時とかあったけど、そんなやつ俺、一人もおらんかったもん。だって前田健太とか、お前、走り高跳び1メーター80、背面跳びとかで行くんやねん。そうやな。そういうのは絶対に。そんな、お前、いやもうそういうふうなイメージやったからさ、まあ、とてもじゃないけど、実は無理やなと思ってたし、で、むしろさ、うん、中途半端に目指してもさ、苦労することが多いから、うん、だからもうあの、お前は本気で野球、プロ野球選手になりたいって言ってるけど、お前本気でやりたいんやなっていう、うん、まあ、脅しでもあったよ、まあそこでまあ振る、まあで、もう分かんかったらお前がやり、うん、で、お前がやりたいって言ったから、うん、お前どんくさいからもう体でかくして根性入れていくしかないなと思ってたけど、うんうん、まあ、高3の夏終わったら負けてゲームしてたっていう、それは絶対嘘ほんまや、それは絶対に持ってる話ほんまにほんまにそれは絶対負けてすぐゲームなんかやるほどドライじゃなかったし、俺言ってたやつや、試合終わって号泣してたもん俺、いやそれあれやで、お前家帰ってからやで、お前、うん、いやいや、まあ、試合終わった後すぐゲームできひんやほんとまあ単純にまっすぐなんでそんな前飛ばへんのかなっていう、それは俺も聞きたかったよ、ずっとなんでこんな前飛ばんねやろと思って、まっすぐやっぱ、うん、やっぱまっすぐ打ち返すってのが一番大事や、だってもうだってまっすぐ飛ばへんがまっすぐ投げとったらいいのにな、うん、でもまあたまに変化球投げてくれるからそれを打ってたっていう、なんで投げるんやろな、それは分からへん俺にもずっとファール打ちてるから、そろそろ合うんじゃないかと思うんじゃない、まあ、そうやな、そうやな、打席、印象的な打席か、どこやろな、なんかでもさ、勝負強かったよな、うん、どうかいい部分、うん、こうチャンスの場面とか、まあ多分勝利打点みたいなのって結構あったことない、最初は多かったかな、うん、最後の辺は全然なかったけどそうね、うん、俺結構見たからな、うん、で見たけどさ、まっすぐに詰まってる映像しか俺の頭から出てこへん確かに、まあ、まっすぐホームラン打ったことは今年1回もなかったけど、千賀からホームラン打ったとかなってたけどさ、うん、あれまっすぐやと思って振ったやろ、そうまっすぐやと思って振ったら抜けたフォークが引っかかった、あれほんまもうキャッチャーからしたらもうあれやな、レベルのギャップがありすぎて起こるホームランやんな、うん、たまにあんのよ、なんかあの若いさ、わけわからん何も考えてなさそうなやつにさ変化球いったらいけるやろ思ったらさ、ピュッとこうちょっと高なってさ、まっすぐのまっすぐ打ちましたとかって言ってくるやつオンやって、いや変化球やつみたいな何言ってんのこいつと思って、そんな感じやもんなそんな感じやったもんやっぱまあその辺がやっぱあれじゃない、まあ村上くんとかの差じゃないかな、うん、そうやと思う、村上とかやっぱ意識すんの、もう意識はするよな当然、
まあ、同じドラフトで入って1位で左バッターでって、うんうん、まあそれこそ興味もそうだけど、まあ意識はするし、まあ成績を見たりするけど、でも村上はほんますごいし、すごかったし、でどうやったらあんな風に打てんやろうなっていう風には、もう最初途中らへんからそういう感じで見てたかな。まあ負けてほしくないよね。うん、確かそれはね、そうよね、負けたくはないね。そうやな、やっぱまっすぐ打つことじゃないかな。うん、いや間違いなくそうやと思うし、もうそのワンツーとかワンスリーとかで来るまっすぐを今年はことごとく全部ファールにしてたから、それがまあヒットか、ヒットなり、まあ長打なりって出てきたら、もっとなんていうの、レベルが上がってくると思うし。まあ、そうなんだ。印象的なとこでいくと、あれよな、クライマックスの時やったかな。結構チャンスの場面で、ノースリーのタイミングが来て、うん、どっか忘れたな。2試合目あったよな、2試合目か。の時にチャンスの場面ノースリーになってまっすぐ見送ったよね、下が、うんうん、で俺はあれは振っていくべきやと思うねんな、うん、でっていうのは、まあ、例えばそれがベンチからウェイティングのサインが出たとしても、うん、それウェイティングのサインを出されてる選手じゃダメやと思うし、逆にじゃあ打っていっていいよの状態でちょっとまあノースリーやしやめとこうっていうような自分の判断だとしても、それはどっちにしてもあかんなっていうのがすごいちょっと印象的やったかな、うん、いやあここノースリーまっすぐだけガーン行くでって言ってガーンって行って、うん、まあそれファールでもいいんやけど、うん、そういう意味ではなんかその辺がまあやっぱり課題な気がするというか、お前がノースリーでまっすぐ狙ってって振ってそれでアウトになっても、あ今のやったらしょ、まあ実はもうスリーカー打ちに行って、それでまあ結果アウトやったらしょうがないなって周りにこう思わせれるような選手になってほしいなと思うけどね。うん。あの辺は。うん。その辺が一番まあいい部分はこうチャンスで打ってきた場面とか4番経験した場面っていうのはあるけど、課題の方の印象はそういうのが強いかな。俺もどうやる。課題の方が覚えてることが多いしからな、シーズン通して、まあ、ダメやった時の方がよく覚えてるし、いい時のあんま覚えてないし、その感覚とかも正直そこまで、どっちかと鮮明に覚えてるのはやっぱり打てへんかった時とか、自分が弱いやつが好きとかの方が覚えてるのよく。なるほどね。まあまず来年はあれよな、ラインナップに名前呼ばれてるかどうか不安やんな、春先から。まずそこ。やっぱりそんな甘くないと思うし、当然今年のような春先じゃ使ってもらえへんと思うから、まあまずラインナップに呼ばれていることと、まあ数字的な方が分かりやすいのかな。まあ打率2割8分、もう、うん、あの割はまだ早いやろ、まっすぐ打たれへんのにな。確かに、そうやな。まあ2割8分ホームラン、まあ20本は欲しいよね、うん、かな。まあ、まあ、今年一番悔しかったやろ、1年間通して出て6本しかホームラン打てんかったでは一番悔しかったから、最低でも2桁打ちたかったなと思ったし、うん、やっぱそういう意味では来年はホームラン増やせるように頑張りたいなと思って。まあそうであれば、まああれよな、あの年末、あの年始のスポーツ新聞のこう今年の目標みたいなのになんか30本とか言わんといてほしいよな。逆に無駄にハードル上げてるよな。確かに。お前できひんと思ってんのに。まあまあまあ、そうやな。そうそう、冗談冗談。そう、まあ将来的には当然ね、日本代表で4番打つとか、まあ、MVP 取るような選手になってほしいなと思うし、まあ、個人的にはあれかな、優勝請負人じゃないけど、やっぱ勝てるチームの4番でいてほしいかなっていうのを思うかな。やっぱりファンの人たちは、まあ、俺らもそうやけど、
まあ、当然プロやから自分のプレーで魅了してっていう部分もあると思うけど、やっぱり勝つチームを応援してる時の方がやっぱその街全体のさ活気もやっぱあるし、名古屋でもそうやけど、ドラゴンズが最近強くなくて、もうドラゴンズって何なんみたいな感じだったのが、今年 A クラス入った感じだったら、いやドラゴンズの未来は明るいみたいな感じになるわけで、やっぱまあ勝つことでこうまあ社会全体を明るくできるような、うん、まあ、人に何かこう影響を与えられるような選手にはなってほしいかなと思うけど、うん、まあタイトルとかね、まあそういうのももちろんいいんだけど、うん、やっぱりこう話題の中心でいてほしいなって思いますけど、どうでしょうか、将来は。そうね、まあやっぱり今年2位で終わって、うん、やっぱり1位になりたかったなっていう気持ちも当然あるし、うん、そのためにもまあ、チームが優勝するだけじゃなくて、自分がそこの戦力になって優勝しないと意味ない、意味ないというか、自分としては、まあ、プロ野球選手としては意味がないと思うから、やっぱりそういった意味では、こうチームの顔になれるように、まず頑張りたいなと思ってるけど、うん、なるほどね。まあ、やっぱあれよな、まあ、こういう対談やったら、やっぱ兄から学んだことをどんどん言ってほしいよね。兄から学んだことだから最後までやっぱ野球をなめないってことを結構まず一番に学んだよ。それはそれでお前紙面出たら、お前あいつ言うてる割に結構なめてるでってなってまうやん。そうやな、そういうハードル上げすぎてあかんな。いや大丈夫、期待に応える。何から学んだこと多いね、多いけど、あでも自分で考えるってことは一番に言われたかな、何事にも、うん、こうまあ兄から教わることも多かったし、まあ当然12個上でいろんな野球もやってたからいろんなアドバイスももらったけど、でもその中でやっぱり結局は自分がやるし自分でやることやから自分で考えないといけないっていうふうにはずっと言われてたかな、進路の時もそうやった、まあ、いいね、うん、高校選ぶ人とかもそう言われたらな、うん、そんな嫌に気負ってんのお前、うん、よかったな